新州2号は2001年1月9日に打ち上げられた新州の2番目の無人宇宙飛行である。宇宙船の生命維持装置をテストするため、再突入カプセルの中には猿と犬とウサギ各1匹が入れられた。再突入モジュールは7日間の軌道周回後に切り離された。軌道モジュールはその後2 2 0日間軌道を周回し続けた。動物とに 64種類の観測機器、実験装置も持ち込まれた。このうち15種類は、再突入モジュール、12種類は、軌道モジュール、37種類は、外部パレットに積み込まれた。これらの中には、無重力結晶学の実験装置や6匹のマウス、宇宙船検出機、ガンマ線バースト検出機等があった。無線伝送システムをテストするため、 宇宙船からテープに録音されたメッセージが放送された。宇宙船が南アフリカ沖の南大西洋上を飛行中の1月16日10時15分に逆推進ロケットへの点火の指示が送られ11時22分に内モンゴル自治区に着陸した。着陸した宇宙船から連絡がなかったため大気圏再突入に失敗したのではないかと思われたが 中国政府から否定された。スウェーデン宇宙センターのニュースサイトは、匿名からの情報として、パラシュートの一つが開かず、ハードランディングになったと報じた。軌道モジュールのミッションは、8月24日に再突入を開始し、イースター島と地理の間の南太平洋に落下するまで続いた。ありがとうございます。